打撃絶好調のレイエス、他球団の反応。レイエス日ハム274打席、打率2割8分5厘、17本塁打、47打点、 OPS889、 23試合連続安打中。この打点時代にこれ17本とか、山川いかやんけ。山川は502打席で OPS は790や、どう考えてもレイエスのが上。対応力半端ないわ。あと野球 IQ 草高い。8月の OPS1.2 超えやぞ、アロジャ時給や。しかも前半は日本の野球に苦戦してからのこれや。野球 IQ すごい高いタイプやし、来年からさらに期待できる。交流戦でしか見てないけど、もう別人ということか。196cm125kg、 体格はジャッジ級や。万波もあと5キロは増やさんとあかんで。パワーは正義ってはっきりわかる。合格倍、そのうち若鷹軍団にいそう。20代でメジャーで通算100本以上打った実績あるのに、よく獲得できたな。オースティン・サンタナ・レイエス、メジャーで実績あって若いやつがやる気出したら、あっさり日本トップクラスになるな。メジャーでシーズン37本打ったこともあるとか、そりゃ活躍するわな。打点球がまともになってエスコンでやり続けたら、バレンティンのホームラン記録を抜けるかもしれん。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。